3連勝同士、勝てば今場所勝ち越しが決まります。弾き返していく、ついていく荒篤山、土俵際のはたき食いません、突き出していきました、荒篤山の勝ち。結構体も大きくなってきましたよね、突き押し親方強烈でしたね。今日は荒篤山を褒めるべきですね。日本の城もまだ悪くないですけどね、立ち合いの当たりも。立ち合いもガチッとぶつかってきましたよね。荒篤山の相撲ですよね。今日はもう150点ぐらい、花丸ですね。